2029G とは直径が数メートル程度の地球横断小惑星である。アポロ群に属しており、2020年8月16日午前4時9分に地球表面から2 9 5 0トルの距離にまで接近した。2020年8月16日にパロマー天文台のスビッキートランジェントファシリティによって最も接近した約6時間後に画像が撮影され、 後に、インド工科大学の学生であるクルノールデシュムクによって確認された。同僚のクリテイシャルマと、チェン・イエン・ HSU と共に、ジフからの画像を分析した。2029G は、地球に影響を与えたものを除くと、2011年に、接近した 2011C91 や2020年5月に、接近した 20JJ よりも近い距離にまで、接近し、 基地のどの小惑星よりも地球に接近した小惑星となった。絶対等級は29.8で、直径は36メートルであると推定されている。これは 2008TC3 や 2018LA と同程度の大きさである。2029G は光転周期が2.7年で、軌道長半径は約 1.9AU である。太陽から最も近づくときは、 1> 約 1.0au まで近づき、遠ざかるときは約 2.9au まで離れる。軌道離心率は0.49で、王道に対して5.5度傾いている。2020年8月の地球への接近により、2 0 2 9 g の光天周期は990日から964日へと変化した。地球への接近による、雪像の影響を受ける前の2020年5月時点での、 地球軌道との最小交差距離は 0.00027au であったが、地球最接近の数時間前の時点で 0.0001au まで近づき、地球への接近による接動で軌道が変化し、さらに最小交差距離は短くなった。2029G の軌道のアニメーションメディアを再生する 2029G の軌道対応の周囲を、公転する地球と 2029G の軌道地球への 接近太陽地球 2029G ありがとうございます。